平野です、コンプラを13年半やって友達をなくす嫌な仕事にそろそろ見切りをつけたいと思って、まあ、本当はこの3月末でリタイアするつもりだったんですけれども、次の就職先も決まらないし、こういう変な厳しい男も残ってほしいという話があったので、週2日だけちまちまとコンプラをやることになりました。あとは、今就職活動中でございますので、決まったらご報告いたします。以上です。